オールレーズンオールレーズンは東鳩が製造販売するレーズンを生地に練り込んで作られたクッキー。キャラメルコーンと並び同社のロングセラー商品。1972年発売。生の状態で生地と干しぶどうを幾重にも重ね10センチメートルもの厚みに仕立てた生地を圧延してから焼き上げている。ガリバルディと呼ばれるイギリスのお菓子を参考にしているとされる。 2004年9月にリニューアルし、原材料にレモンピールとオレンジピールが使われるようになったが、2007年9月に再びリニューアルした際には、原材料からそれらが外された。姉妹品として、グラノーラを使用した、オールレーズングラノーラ、干しぶどうの代わりに小豆を挟んだ、オール小豆濃い抹茶仕立て、アプリコットを挟んだ、オールアプリコット、リンゴを挟んだ、オールアップル、 パイナップルを挟んだオールパイン、サツマイモを挟んだオールオサツ、少量品の6枚オールレーズン、6P ちっちゃいオールアソートレーズン小豆、抹茶仕立てなどがある。かつては夏季限定品としてココナッツを用いたオールココナッツがあった。ありがとうございます。